映画好きかと音楽好きってどっちが先とかあるんですか。どっちかというと映画の方が僕先でしたからね。映画が先なの、まあ、やっぱ小学校の時にスターウォーズなんか見て、うん、だから相当頭頭これ違うんです。しかも巣鴨高校もね結構巣鴨ね御三家ってね、あのね、いや御三家じゃないです。巣鴨はその開成というね高校の中高の、うん、あの滑り止め校なんですよ。改正の滑り止めって言ったら相当あるでもね、滑り止め校のあり方今ちょうど時期だからあんまりあのこれ直接言うのもあれだけど改正 の、 ね、試験があって翌日がその巣鴨の試験なんですよ。でその巣鴨の場合はですねその試験の当日に、うん、あの合否を決め、あの、発表しちゃうんです。どういう試験あったんですか。要するに、改正の、合否が発表される前に試験をやって、発表しちゃうんです。これどういうことかわかりますか。わかんないです。滑り止め校だから、改正の滑り止めで、うんうん、その、受ける人がいっぱいいるじゃないですか。うんうん、で、その後改正入っちゃう人もいるじゃないですか。うんうん、その人の入学金もいただきますっていう。そういうことか。そういう。そうだから昔そうだったもんね。そうなんです。だからね、もう学校のもう入り口からもう卑怯な手口みたいな。いやここから始まってるね。もう卑劣なね、もう。俺ら あの芸人の後輩でマジカルズって言って。マジカルズ。あいつは確か巣鴨高校。あ、マジですか。巣鴨プリズン。僕はもう巣鴨プリズンって呼んでる。巣鴨プリズン。巣鴨プリズン。もう先輩ですよ、ほんとね。ですよ。巣鴨プリズンってね。いや、ほんとに地獄のような男子校ね。そうだったんだ。ねえ。そっか、スターウォーズ小学校か。そうです。そっか、小3年生かな。はい、最初に見た。まあ、映画はそれまでちょいちょい見てたんですけど、うん、やっぱこうガツンとね、来た。あとさっきの84年のあの映画の話なんかもさっき控えで聞いてて、もう。イライラした。いや、イライラなくて、もうあの、もう俺もその話したい。でも難しかった、84年。あ、そうですか。うん、インディ・ジョーンズは確か、あの、本当はああいう、ちょうどね、はいはい、やっぱりスピルバーグとか、まあ、あの辺がバーっとね、来てたから、ねね。もうメインテーマ愛情物語の2本立てなんて、もうまざまざと思いました。はい、あのね、劇場では愛情物語のが受けてたんですよ。そう、すごい盛り上がった。メインテーマは森田芳光ね。はいはい、あの、勝つことのテーマなんだけど、まぁ、あ、ちょっとそのあの、オフビートな笑いみたいのが、やっぱ若い関係でいまいち、分かってなくて、僕は森田芳光ファンだったんで、はい、もうことさらにこう、なんていうの、アピール笑い。アピール笑い。俺は分かってるぞ笑いみたいな。そうか、そうか。そういう感じです。あれ、家族ゲームさ、この前年ぐらい ?83 じゃないですかね。詳しい。そうか。84年は森田芳光は、ときめきにしとね、メインテーマ。あ、ときめきにしそうですね。そうなん、最近。それも、そうなんですよ、これ。ジュリーとあの杉浦直樹さんがね、この映画きっかけで仲良くなったって言うんですよ。さすが詳しい。いや、だってさ、俺もよくね、あの、ラジオ聞かせてもらってるけども、うん、映画のデータの、うんね、頭の中はどうなってんだろう。映画の好きの人ってみんな本当そう思わない。でもさ、一個の映画で、これは昔で言うなんとかの映画の冒頭もそうだったし、あと、これのオマージュだしとか、そういうのが全部出てくるのはどういう脳みそなのかわかんない。そんなね、映画進もうと思わなかったの。いや、これがね、あの、実は高校の時に、その8ミリフィルムですよ、まだ。フィルム、あの、その機材を、もうそれまでのお年玉貯金したの全部下ろして、買って自分で作ってみたことあるんですよ。で、作ってみて、あ、俺これ向いてねえな。それ早すぎるわ。いや、やっぱり、いや、もちろんそうなんですよ。もっと頑張ればなんとかなったかもしれないけど。絶対なってるよ。ただ、ラップと違うのは、やっぱラップは、ちょっとやってみたら、あ、俺これ向いてるわ。向いてない。向いてないわ、失礼。これで、これ、その通り、あのね、あの、いざ進んでみたら、やっぱ俺これもちょっとこれやっぱねあるんです。それは確かにそうなんですよ、おっしゃる通りなんだけどね。だからね、で自分でやってみたらなんかね、やっぱ映画はあの映像って、あのめんどくさいんですよ、要は音楽とかに比べると。確かに、あの映るものがやっぱさ、ちゃんとやんなきゃいけないし、人もいっぱい関わるし、それ学生の立場だとね、そうかもしれないですよね。なんかそこでもうちょっと自分の考えがダイレクトにこう反映されるような、ストレートにねと思って。でも逆に言うと、これからじゃあ行く可能性ある。だってもう俺きついでしょ。これきつい。だから要はね、映画評論家いろいろ言っといて。まあまあまあ、だからよく今言うじゃないですか。映画評論家は、まあ。あの映画を作らないみたいな。超特急か。だから、でもね、そんなことない。あの、うん、映画評論家出身の映画監督なんか世界中いっぱいいますからね。うんうん、そうだよ。ゴーダールだってなんだっていいですけど、そうだよ、あの、いっぱいそうですよ、トリュフォーでも何でもいいですけど、うん。でもそういう感覚でしょ、やっぱり。これだけいろいろ映画について語っちゃってるから、はい、まあ、自分で作ると。いや、俺それの方が堂々として。いや、堂々として。だからそれは全然いいと思うけど、二の足踏むのは分かりますよね。まあね。あとやっぱりその高校の時にやって、まあ、とはいえ、いきなりできるタイプじゃなかったっていうのね。でね、その僕の友人で、同じ頃にその実習映画作ってた人で、あの、そういう賞とか取ってないような人ですよ、のその昔のやつとか見せてもらうと、あ、お前超映画分かってんじゃんみたいな。俺やっぱあの、すまなくてよかったわっていうね、思うのありますね。映画的な
なんかその運動神経というか、そうそう、まさにそういうことです。はい。あの、何がこうすれば映画になるみたいなことを、なんかもう、なんか自然に分かってくる。理屈じゃなくてね。そうです、そうです。で、僕はむしろ大人になってから、こう、いろいろこう頭で考えて考えて、あ、この場面はこういうことか、みたいな。あ、そうか。後で理屈で理解する方なんでね、それはね、作る反射神経とは別なんですよ。ああ、確かにそれは分かる気がするね。映画監督の人でもさ、これ誰とは言いませんけど、ものすごい立派なね、映画理論と、映画のこともよく知ってるし、で文章を読むとむちゃくちゃ、あ、この人すげえよく知ってるな、映画見るとあれっていう人はやっぱね、映画監督の人は山田洋次とか、山田洋次さんはいいですよ。いや小さいお家いいですよ、すごくすごい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 。山田洋次は終わってんじゃないかって気がする。いや終わってない終わってない、あのむしろ最近若返ってる。あ、そう、今ね、今年というか今時ね、あの年取った映画監督の方がね、ちょっと攻めてる映画ね撮る傾向ちょっとありますね。スコセッシの今度のそのウルフ・オブ・ウォール・ストリートは最高です。リカプリオの、もう当たってないのに、あの番組で扱ってないのに言っちゃいますけどね、もう見てて、うん、まだ2月でしょ、うん、今年ベストって、もうすごいね、最高です。でもさ、映画も見なきゃいけない、音楽も作んなきゃいけない、聞かなきゃいけない、ですよ、もうどういう一日や、時間が俺リリコのこととかどう思って、リリコリリコ、あ、でもリリコさんは俺全然お会いしたこともあるけど、うん、あの人全然あの映画ものすごい、あのもちろん知ってるし、うん、あのいや、あのすごい面白い人ですよ、うん、あの分析はどう思ってるの、分析 リリコの解説は、解説別に、いやいや、いいんじゃないですか、ああいう立場でほらやるべきことっても当然あるしさ、そうね、うん、キャラクターもあるし、ね、うん、違うなと思ったりする、違うなってか、うん、いやいや、だって分かってない、王様のブランチ、王様のブランチで、そうだけど、王様のブランチで、だってそれはさ、うん、ね分析して決めなすとか求められてないんだから、それ、そうか、うん、そういうことです、大人だねそれはね、いやそれはそうじゃないですか。でもじゃあブスだなとか思ってんの、ブス、彼女は、いや彼女は今はどうか知りませんよ、かつてはもう飛んだプレイガールとしてね、あ、そう、夜の帝王だったらしいですから、本当、そうですよ、もうリンカさんとコンビでもバンバンバッコンバコン言ってこいつ、リンカにポイ捨てされた男だからね、されてないで、そういう偽記事がリンカさんにポイ捨てされるのはよっぽどの地位じゃないですか、全然本当の地位です、あったこともないそういう記事が書かれていたって話、ポイ捨てされてみたいですよ、そんなの、そうですよ、そこまで行きゃ立派なもんです、一日の生活ってどんな感じなんですか、一日そんな別にだって一日映画大体映画をいっぱい見なきゃいけない、年間も大したことないですよ。百何十本とか、そんな。百何十本。そんなもんですか、うん。そんなもん。だからそう映画評論家の人とか全然300本だ、まあまあね、見ますから、そういう人とか。で、1本をね、何本回も見たりするんで、うん、あのその週にやるやつを、じゃあ本当に好きな、2回も3回も見たりするんで、だからそんな本数見てるわけじゃないですし。うん、いやー、だし、すごいもん。だって映画見てさ、なんとかでお金もらってて、そんな気が、ねえ、すいませんね、ほんと皆さんって。いやー、まあでもそれが説得力があるから。そう、だから聞いてて、ほんと説得力あるからさ。すいません、ありがとうございます。見てない人がさ、やっぱ、あ、それは面白そうだなとかさ。そう思うのがちゃんとね、うん、映画とかでもまだいいんですよ、音楽とかは、うんうん、一番良くないのはやっぱゲームですよね、テレビゲームやるともう本当に時間が過ぎちゃって、うん、ゲームの大好きも詳しい、詳しいっていうか やっちゃうんで、何系をやるんですか、これはもうあの暴力ゲームですよね、あ、暴力ゲーム、はい、いやだからその非常に暴力的なゲーム、バイオハザードみたいな、いやいや違います、あのね、グランドスーパーマリオ、そうそうそうでしょ、いやスーパーマリオじゃない、スーパーマリオじゃない、あれもでも暴力っちゃ暴力ですよね、本当ですよ、だってのがもうけしからんですよ、あんなのはね、いや依頼が来て、うん、であの人殺せみたいな、でそれを実際やるんだけど、今自由に街中で通行人も殴ったりとかで平気で来ちゃうみたいな、そんなゲームあるんですか、そうなんです、ね、あのそう結構社会問題な、 ATM の前でこう立ってるとこうお金を下ろしに来るね、こう、うん、街の人とかいるから、その人こう歩って後ろでこう襲ったりすると、うん、大金が取れるみたいなね、やだ怖い、だから要はもうこれ日本版だとそういうねのはね、あのできないようになってるし、だからエッチなの安心です、エッチなのもあったりとか、女の人ね、エッチなのって言い方が気持ち、うん、そんなですよ、それいいじゃん、エッチなのとか言う意味知らねえ、なんつんだよエロいとか、エロいでもいいよ、エッチなのとかさ、かわいい、あの大事なところとか言うんだよ。やだね、大事なところ、大事なところとかよく言うんだよ。なんて言うんだよ。言いづらい。言えないだろお前。なんて言うでしょ。それはいや、しょうがないじゃん。局部だもいもい。局部は嫌でしょ。そうでもなんかあるんでしょ。うちのマネージャーが一時がハマって。あのね、あのそういうだから夜のお姉さんみたいなね、お仕事のお姉さんみたいなのが歩いてるようなね、夜の公園に行って。いい車乗ってクーッと横につけると、そのお姉さんがこう寄ってきて、うん、車にダンなんて乗って、で暗がりに行くとですね、うん、この車
車がこうギシギシ揺れ出して、でこうエネルギーがどんどん上がって、お金が下がるっていうね、なんという、だそれ子供たちがやんのかな、なんというこの世の真実を捉えたこのね、年齢制限とかある、一応あるもちろんもちろん、あるしてなんで、あるじゃないじゃん、ね、もう成人してです、あ成人して、成人して、ポルノです、ポルノ、ポルノだけど子供も別にやろうと思えばできる、やっちゃいけません、これはね、やっちゃいけない、親御さんがこれは求めなきゃいけませんね、まあそういうのを一晩中、一晩中どころじゃないです、もう24時間やったりしてますから、僕以前その手のその箱庭ゲームを24時間飲まず食わずどころかおしっこ行かずでやっちゃってるんですよ、要するに中で生活してるんですよ、ご飯食べたりでセーブするんで寝たりするんですよ、だから忘れちゃってってぐっと具合悪くなってきて、嘘、あれどんだけ入り込むんだよ、そういえば俺全然飲まず食わずおしっこ行かずだと思って、でそこにあったこうキットカットがたまたまあったんで、うんうん、キットカット1個食べて、うん、はーってやだ、おしっこはどうやって我慢してる、我慢してるつもりもないでしょ、だから飲まず食わずかあんま出すもんもなかったんじゃないですかね、で気づいたら出家する前、それは出家ない、この人出家してこの感じじゃないです、ね、出家したわけ、たまにこういいですよね、うん、こうベタな入ってくるのが、まあ、今日疲れる、桜さん中野さんとは言われるんです、言われますよ、ね、しょうもね、僕がなんか、はい、テレビなんか出るたびにあれなんだ、ツイッターでサンプラザ中野と見分けがつかない藁、見分けつくついてるくせに勝つんですよ、藁ね、面白いかそんなもの、お前が初めて言ったことだと思うのか、それ、いやそれは同じですよ、爆笑問題で爆笑したことないんです、ああ出た、藁これ藁藁です、同じやつね、しょうもない、小さい W です、しょうもないね、ありますよ、ね、でも敵も多いでしょ、そう考えると、あんだけ過激に、どうなんですかね、山本すいませんって感じですよ、うん、すいません、でもさ、俺だから敵ももちろん腹立つ人はいるだろうけどさ、うん、こいつ何も分かってねえくせにとは言えない感じ、いやまあまあ、そうそうそう、だから、もちろん好き嫌いとかはあるからさ、うん、自由じゃん、それこそね、いいとか悪いとかさ、だけど、その全部分析した上でさ、まあね、そうですね、ここが矛盾してるとかって言われちゃうとさ、ちょっと作った方もさ、いやまあまあ確かにそこは痛いとこ疲れたな、みたいな感じで、ちょっと嫌だな、こいつに、なんか言われるの、みたいな感じあると思うけど。うわぁ、俺が、ちょっと褒めてね、俺の映画。あ、ねえ、ねえ、ちょっと待って、バカ野郎とかね、ありましたかね。俺今ちょっとこれからまた作るんで。これ怖いね、これな、嫌だな。なんていうかちょっと、じゃあちょっと取り上げて、いいんですか、やっちゃって。もちろん。やっちゃってってことはね。ただ、やっちゃってってことは、ね、その時、スタジオも行かせて。何なの何のプレッシャーない。プレッシャー、ライブスター歌丸死んだってことだ、それは。それをやったら。でもね、面と向かっていたら大したもんだって話じゃないですか。一回やってみたいですよね。ここから。ああ、そういうのやったことないんですか、うん、そうか、そうか。さすがになかなかないですよ。で、僕がなんか言うたびに、うん、もう太田さんがビンタの一つもかましてもらったら、これじゃ殴ってくださいよと。あなた何よ。デヴィ夫人じゃない、殴るからってすぐそのベクトルやめてください、今殴るイコールピンとくるのやめてくださいよ、ね、あのピクサーはね好きでよくね、ピクサーものね、ピクサーものが好きで字幕で読んでますから、字幕で見て、吹き替えじゃないですか、両方見てくれて、モンスターズユニバーシティ両方見てくれて、あ、そうそうそう、吹き替えいいですよ、両方見てくれて、ちゃんとそれは言ってくれてるんですよ、吹き替えも字幕も両方やっぱ吹き替えが良くないと、吹き替えは良くない、ひどいねあれはあれは最悪、台無しにしてるピクサーの映画、厳しい批評もね、そういうのもあるかもしれないですけどね、いや言い出して良かったですよ、やっぱりね、ドキドキするな、聞いてると、うわわ、だからそれこそね、ありえるじゃん、いくらでもそんなの言われること、吹き替えが良くないだって別に本当に思ったら言う人だから、でもすげえドキドキして聞いてる、大丈夫です、良かったのあれ、あれまあ特に吹き機械が褒めてくれたらないですけど、いや吹き替えいいですよ、あのあれはよくないよ、そういうものに定着してる、話が堂々巡りですよ、よくないよ一歩も表に出ない、それあんたは信頼失うよ、あの機械をあんな褒めると、あの機械褒めると、うん、そうかな、そうかなもうでもキャラね、あの一体化してますからね、言ってくれたと逆にもう、うん、いやいや、あれね、歌っちゃってんだよねあのセリフを、ああちょっと要するにニュアンス込めすぎてる、ニュアンス込めすぎてるっていうかね、あのこいつの特徴なんですけどね、いやーなんとかでなんとかでなんとかだよって、あれね、あの歌っちゃうとね、誰でもできんの、感情なんか入ってないの、結構厳しい、いやそう演技に関してはめちゃめちゃ厳しいんですよ、でもそれ言われると俺も何にも言えない、本当にそうだ、でもさ、でもそういう風に演出つけられてじゃないんですか、ああいう要するに例えば元の喋りにこう沿ってこうやって、だから英語なんですよ全部、元々英語で喋ったのに合わせてるから、うん、完全に全部英語的な、英語調子が、あれを歌っちゃえばね、そうそう誰でもできること、日本語としてはちょっと、だからこう、
それを日本語っぽく、日本語の感情に、やんなきゃいけないんだけど、それは相当難しくて、監督さんも多分それは、ちょっと厳しいんだよね、それに、要は、もう台本が、例えばなんだろうね、いや、俺マイクみたいなセリフがあるわけじゃないですか。で、それを言うときに、漢字がもう完全に、いやー俺マイクってなっちゃってるから、それを、いやー俺マイクっては言いづらい。これをやるのはね、誰でもできる。でも、これが、しかもね、機械だけじゃなくて、漫才でもそうなる。それはそっちで相談してくださいよ。それは演技力。演技力なの。感情でも、言葉の意味を考えずに、ただ歌ってるだけなの。でも、だから全くダメなの。全く。それでもさ、演出ね、その吹き替え演出の人にやっぱ言わないと。まあ、演出の人も癖なんだ。まあまあね。その、太田さんが田中さんの癖だから。正直、俺もそれはある程度わかるんですよ。その、歌っちゃうっていうか、要はね、外国映画の吹き替えの染みついちゃってる感じ。はいはいはい。だから、今まで普通に、なんで別にその、あれに限らず。本当の芝居にはならない。ならないのもわかるんだけど。吹き替え特有の芝居ってありますか？あるの。広川太一郎さんとか、そうなの。そうそう。そういう感じ、どうしてもなっちゃうな、嫌だな、とは思ってはいるんだけど、やっぱそういうそれを漫才でやっててもそれが出る。まあ、漫才の件は二人できっちりそれは固めていただいて、それはね。そうだね。そこから固めていただけば、これ田中さんの癖もね、また。治る。何年やってる、治せばいいじゃないですか。20年以上言い続けてる。言い続けた。でも治らない。だからダメなの。まあ、じゃあそれ資質じゃないですか、だから、才能ないの。だから、進んだ結果が才能ない。これさっきの、だから僕のラップのあれですよ。やるたび、でもそれこそ自分のやるたびに、あ、俺またこのね手癖出ちゃって、自分のラップの方ですよ、はい、でこう自分の限界を感じるみたいな、いくらでもありますからね。全然ある、全然ある。あれね、俺をね、正直その佐野元春さんのファンで、はいはい、ビジターズというのアルバムが日本で、まああのラップ的なやつの、はいはい、ニューヨークから帰られてね、まあ、そうそう、一般的に言うと、うん、だそれがちょうど大学、はい、コンプリケーションブレイクダウンとか、大学の頃ね、俺はちょうども佐野元春大好きで、で、うん、聞いて衝撃受けて、わこんなのもあるんだっていう感じで、でそっからね止まっちゃっ、それで終わっちゃったんだよ。で今のラップ、まあ今のっていうか、その後ちょっと経ってから日本でもラップが、それこそライムスターさんの80年代後半ぐらいとか90年代とか来たじゃないですか。そっからね乗れないの、なんでだろう。知らない、知らない、まあ、一言で言えば知らねえよっていう。なんでだろう。いや、まずその80年代後半とか、僕らが始めた頃のラップってのはまだ要するに日本語として、それこそ太田さんが言うような日本語としてまだそのこなれてない表現も多かったと思うんで、あの未熟なものも多かった。まあ今じゃあこなれてんのかというと、まだまだ僕はその全然発展途上だと思ってるんですけど、あのなので、あの入れないのも当然かなと思うんですよね。要するに、ただ僕が感じる日本語ラップの面白さっていうのは、その輸入する過程でさ、こうすれば日本語に乗るかなとか、こうすればかっこいいラップになるかなみたいな時の、まあ、その試行錯誤も含めて、だからちょっと違和感を感じるぐらいの段階が僕はスリリングだったりする。その方がね、違和感があるぐらいの。そうそう。で、あの完全に例えば日本のポップスみたいに、とかロックとかもそうじゃん。昔日本語でロックできるか論争があったぐらいなのに、もう今そこに誰も疑問感じなくなって、でもはや普通にあの英語で歌ってそれが日本のポップミュージックとしてヒットしたりするじゃないですか。で、疑問がなくなった状態は僕はね、意外とあんまね、あんま面白い。僕にとってはまあ興味がなかったりして、伝統上のじゃない、そうです、どうしたらいいのかって考えてるぐらいが僕は面白い。ね、だからね、その発展途上の面白みもまず味わっていただくといいのかもしれない。で、ここまで今日本語ラップ、ここまで来た、ここまで来たっていう、その喜びっていうかね、うんうん、だから新しい人が出てくると、あ、またこんな新しいやり方、またこんなうまい子が出てきた、ね、こういうようなのが、ね。なるほどね。はい、で、その一方で、こういう僕みたいな、まあ、ベテランが、うん、じゃあその若い子が出てきたところで、ベテランはじゃあどう出るんだと、うん。やっぱりライムスター、年寄りなりのこう、知恵を働かしてこういうのを出してきたとか、そういうこう、面白がり方していただくとね、よかったりなんかするかな。最初はな、きっかけなんですか、ラップにハマる。きっかけはまあ、ランディ MC っていうのがね、向こうでドカンと売れて、あれが、あの、ランディ MC が売れる前までは、もちろんラップとかヒップホップとかあったんですけど、あんまりね、ラッパーが中心に来る文化じゃなかったんですよね。もっとブレイクダンスとか、他の部分がね、あの中心だったから、やっぱランディ MC 以来ラッパーが主役になって、で、なんかあの、音楽がすごく好きだったんですけど、楽器もできないし、まあ歌も下手だし、ブサイクだし、って言ったらもうランディ MC っていうのが、もう、だってジャージ着て格好つけてるんですよ。やったーと思って。それまでだって日本は、やれ、そのディスコ入るのにもこんなデザインの黒服がいてね、なんとか言って、そんなの10代の若者は元気出ないじゃないですか。じゃあ、どうにもなんねえじゃんと思ったら。
ねえわ。したら、その、ジャージ着て、アディダス履いて、ね、で、ね、街角でね。街角で歌ともつかないやつで、しかも、つらみだ、とんだブサイクで、うんうん、これはいけるぞと。チャンス、リンカに遊ばれるところまで行くチャンス。ポイ捨てされたい。ポイ捨てされるところまで行くチャンス。なるほどね。付き合うまで行かないって。そうか、だから、年齢とかもやっぱあるよね。うん、出会う、ね、奥さん出会う、ね、どこで出会ったん、確かに。奥さんとはどこで出会ったん、奥さんとは、また戻りました。奥さんとは、まあ、四ツ谷のなんか飲み屋みたいので、電撃ネットワークの牛蔵さんの紹介ですね。はい。電撃ネットワークの紹介されたの？電撃ネットワークの牛蔵さんすごい仲良くて、一緒にあの、クラブ、あの、DJ のイベントとかやったりなんかして。あ、そうなんだ。へぇー、南部トラスと間違えられてるんですか？それサンプルな中野と同じですよ、その、ツッコミ、それ。でも、まあ、うち入らないかって言われなかった。え？南部さん、さんざん、さんざん、いろんな人誘ってたからね。まあね、いやいや、あの、仲いいんですよ。で、飲みましょうかって言ったら、なんかその、あの、当時ね、あの、マッドマッカプセルマーケットの京野さんっていうね、これまたすごい、世界的に有名なその飲み屋さん。その人と、その人の、まあ、ガールフレンド、当時のガールフレンドと、その友達が、あの、僕の今の奥さんが来てさ。かわいかった。そうっすね。一目惚れ。おやおや。キスは最初に。なんだどこで？キスは、結構ね、結構一年ぐらい普通に友達付き合いみたいなしてから。おぉ、いいね、いいね。いいわ、いいね。気持ちはあったけど、友達を。見えなかったんだよ。いや、でもね、ちょっとまたこっちはこっちで前の付き合いみたいな。ああ、二股。そっちが、いや、二股じゃないんですよ。だからそうじゃないから。じゃないから。ないから、そうそう。二股 MC みたいなことじゃなくて。なんでね。何かかってるかわかんないですね。MC ってね、もう二股歌丸で、二股ライムスターにもかかってる、ね。さすがですよね、もう、もうあの田中さんしか言い返せない。何に対する何なのか分かんないから、もう分かんないからね。はい、おかけ以前なんで。さあライムスター歌丸さんではこの後もまだまだお付き合いしていただきたいと思います。TBS ラジオ爆笑問題の日曜サンデー、ここ赤坂を説、まあ、今週のゲストはライムスター歌丸さんです、うん、まあさっきからもう映画音楽いろんなことね、でもさ話しまってますけど、これいろいろ聞かれるんだろうけど、うん、ベストワンとかってやっぱ困る、聞かれると、そうなんですよ、あの何か一本って言われると困るね、うん、まあそれ用にの回答はいくつか用意してて、うん、まあその時によってやっぱヤングジェネレーションですよとか、うん、七国のめまいですよとか、うん、その音場所によっていろいろ言ってるんですけどね、そうかそうか、困るよね、でもやっぱり名作というかその四国あたりになってくる。いや、だからそのめまいは割とその世間的にも名作とされてるあたりだし、ヤングジェネレーションって僕が今言ったのは割と僕が個人的に好きな青春映画だったりとか。ヤングジェネレーションどんなん？あのね、自転車に乗っが好きなその青年の。それで最後 ET 乗せて、乗せてもう ET しちゃってる。ET しちゃってる。ET を言わずに言わないと。宇宙人ぐらいにしとけば。それは ET だよになんないかもしれない。それは ET じゃないかにならないよね。ごめん、ET 乗せて。電車に ET を乗せてたから、もうめちゃめちゃですよ、このボケは。スピルバーグだったら、僕、あの、ミストの遭遇がすごい好きなんで。ああ、いいよ、わかる。はい。っていうのとか、まあ、いろいろ。ET はダサ作だよね。いや、ダサ作じゃないでしょ、全然。ダサ作じゃないよ。ダサ作じゃないよ。ダサくとは、まあ、でもミストの遭遇、ね、ミストの遭遇との比較で言うと、うんうん、あの、ミーティーの方が、うん、あの、作り手としてはちょっと大人になってるんですよね、スピルバーグが。そこは面白い。そうなんこの話、この話1時間いただいていいですか、いいです、いいです。なんだよ。要するにね、ミストの遭遇っていう映画は、あの、ちょっと変わった映画じゃないですか、変わってる、最後の最後で全てが変わるじゃないですか、うん、そこまでずっと政治サスペンスみたいなのが続いて、うん、で政府の陰謀、はいはいはい、で UFO を見てしまったことで社会からドロップアウトしていく主人公、うん、つまりこれって大人の映画なんですよね、うん、要するに社会があって、うん、で主人公がいてそこに翻弄されて、うん、わかります、その社会の中で個人は無力であるという、うん、そうそう、大人の世界観で進むじゃないですか、基準扱いされちゃうんだよ、ね、ところが最後に UFO に会いました、うん、でその UFO で会うとこもアメリカ政府のお膳立てで、うん、ここまでまだ大人の世界ですよ、うん、ところが最後の最後に、うん、宇宙人が迎えに来たのは、うん、いやそうじゃなくてあなたなんですって、うんうんうん、宇宙人は、うん、宇宙人はその主人公のところにやってきて、うん、要はあなたはね、世間では子供っぽい人間としてドロップアウトしたかもしれないけど、うんうんうん、そうじゃない、その宇宙人の顔も子供のような宇宙人じゃないですか、 それが対比されて、うん、子供みたいな人だからあなたを選んだんですよっつって宇宙人に連れてかれるってことが、つまりずっと大人の話で来たのがここで一気に、うん、いわゆるもう世界系ですよ、うん、僕イコール世界っていう、うん、その子供の世界感になって、うんうんうん、めでたしめでたし、大の大人が全くその問題がない世界で、そのチェアホヤされて終わるっていう、ここで一気に大人の映画が最後に子供の映画が逆転するんです、だからカタルシスがあるんですよ、わあ、そうなんだ、世界は俺のためにあるんだ、ようかだ降りてくる人に似てるもんね、
頭だけでしょ坊主だけでしょ、ね、最悪憧れたんだ、ね、憧れてこうしてるんですけどね、グレー的なもので、で、ミストの層で、ミストの層はこう飛んでっちゃって、うん、要するに宇宙人に救われてめでたしめでたし、うん、子供な着地だから、でもピノキオだもんね、最後ピノキオですよ、ね、で、E.T. は、うん、その少年は最後に E.T. と一緒に宇宙に行こうよって言われて、ここではないどこかに行こうよって言われて、うん、いや、僕はここに残る、うん、ああ、うん、大人な選択、つまり少年はちゃんと大人になる選択を最後にするんですよ。うわ、おこの見方はしたことなかったね。いや、まあ、結構スピルバーグ論的には結構一般的な話なんですけど、そうなの、はい、なんですけど、なので、あのスピルバーグが作り手としてはやっぱ大人になったら、まあ、子供もできたりなんかして、要するに家族捨てて、ちょっと保守的になったら、うん、そう、まあ、確かにそういう、まあね、残るっていう選択、ね、あのね、ミストの遭遇の結末はもう今となってはとんでもない結末だと思うって自分で言ってるんですよ。もう家族も何も全部捨てて、まあ、全部捨ててぶん投げて、ね、宇宙に行って、いやいやもね、そうだよね。だから惹かれたんだよね。なんか訳のわからないものにみんなが行くっていうさ。あの音楽だけでももういい。あれだけでもいい。で、最後にもう全部救われたあれで、もうあのシャンデリアみたいな宇宙船に乗って、よかったね、ロイよかったねってこの感じなんですよ。だからあれはね、大人がちょっと心疲れちゃった時に、うわぁ、俺もう宇宙人とか救ってくんねえかな。でもそれわかる。それわかる。逃げたい時、うん、たい、そうだ、俺当時 UFO の夢ばっかり見てたもん、中学校の時。逃げたい本当にさ、本当にないし、まだ中学生じゃないけど、中学生だし、もうしょっちゅう、しかも絶対自分家の近所、うん、お前そんな深いところで見てないから、でも中学生こそ逃げ出したいと思ってるから、ね、でも本当に UFO にすげえみたいなことでしかないだろ。その UFO に連れて行ってもらいたい、でもビビるんだよ夢の中でも。どうしよう、行くべきか行かないべきか、本当にまさにそのドキドキしながら、 ET のあの少年のような選択を、そう、本当にそういう夢を何回も見てた俺、憧れで、ダンなのよ、それで目覚めちゃうんだもんだって、いやいやで、その時見た UFO の絵を書いといた記録に。これが将来もし出てきたら、実際に出てきたら、俺は予知夢的な、そう俺はこれを夢で見てたって言うために、毎回書いてたんですか？書いてた今でも書けるやつある。かわいい、もうかわいいな、めちゃくちゃでも、ね、中学生 その逃げ出したい願望みたいな、僕もだからやっぱそこにすごくやっぱハマっていったのありますね。惹かれるよね、やっぱね、当時やっぱ10代のあのスピルバーグのあの辺の映画とかね、面白かった。スターウォーズもそうだしね、そういう世代でございますね。なるほど、うん、じゃあメールいきますか、歌丸さんにいろいろ聞きたい。ヤングジェネレーション、あ、ヤングジェネレーションの話は、ヤングジェネレーション、うん、これあのこの間他局で あの大竹誠のゴールデンラジオでも散々この話してきた。じゃあ大竹さんに聞こう。ちょっとかぶっちゃいますね。福井県のラジオネーム、うん、ポンプ屋のポン、うん、歌丸さんのうできましたね、はい、ウルトラマンと仮面ライダーどちらが好きですか。これは世代的に言って作品の質云々で言えばウルトラマンとかね、すごい分かるんですけど、うん、やっぱ世代から言うと僕仮面ライダー世代なんですよね。で、後からウルトラマンとかはむしろすごいなっていうのが、うん、大人になってからね、はい、っていう感じですね。ウルトラセブンなんか特にそうだよね。本当ですよ。だって子供の時理解してないで見てます。理解してない。ノンマルトの死者とかどんだけすごい話なんですか。ノンマルトの死者は、うん、要するにあの地球はかつてウルトラセブンがね、うん、そのノンマルトと呼ばれていたなっていう、うん、そういう話があって、うん、そしたらその要は地球人、今いる地球人は、うんうん、そのノンマルト星人を侵略してきたかつての侵略者の末裔なんだということが、うんうんうん、こう暗示され分かるわけですよ。で、そのノンマルト星人は海の底に追いやられて、海のところ海底都市でひっそり暮らしてるわけですよ。で、それを知ったウルトラ警備隊どうするかっていうと、うんうん、そんなことはありえない、うんうん、そんなこと許しちゃいけないっていうんで、そのノンマルトの都市を攻撃するんですよ、うん、うわ。で、そのノンマルトの生き残りの少年が諸星団にこう、うん、もうなんかこう怒りの叫びをするところでこう終わるっていう、うんうんうん、それって怪獣が、怪獣も出てくるんですけど、え、断蜜が最断蜜今諸星団から勝ってますねえ、シーのお二人が考えました。まあでもね、あのセブンは確かにあの沖縄がテーマ。急に急に本当に真面目なとこで、沖縄のね、そう出身のライターの方がそうで、そういう少数民族のね、そういうあれだ。でもこれってすごくないですか。つまりすごい、もともと自分たちが守っていたその正義としているものの根本を揺るがすようなことを、各国何のために戦ってるかというのを揺るぐみたいなことになってて、大人だよね。だからウルトラマンとかもジャミラとかだってさ、そうジャミラね、トラックの運転手、トラックの運転手がなっちゃうんじゃなかったっけ。いやいや、宇宙飛行士ですトラックではならないです。地球じゃ、何からの類推かが分からないんで、分からないですね。
トラックジョナルさんどういうこと、よくジャムラって言われてたんだけど、ラジオネームスライムベスタできましたね、大変活躍しているジェーン・スーさん。お、来週行くんだよね。はい、そうです。再来週。再来週か。は、大学の後輩。大学じゃないんです。大学のそのライムスターを結成するに至った、あの、ソウル未熟研究会というサークルがありまして、そこの後輩ですね。あ、そうなの。大学は違う。大学は違う。はい。活躍ぶりに嫉妬することはないですか？いや、嫉妬ですよ、そんなもん。だから、もう、いや、こうメディア出るたびに1000円払えって思いますよ。1000円払え。1000円ずつ払ってほしいです。僕、いろんなところでお世話した。お世話したか、お世話してないんですけど、あの、活躍している後輩いっぱいいるんで、1000円ずつ徴収していこうかな。でも、もう、ジェンスーさん以上に活躍してる、うん、いや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 、まあでもね、すごいもう、うん、もう大変なんですから、彼女は。うん、本売れちゃってるし。そう、最近本が。そうか、はい。私たちには結婚できない理由があってだなっていう本が。そうですよ。愛ちゃん読んで。読みました。いっぱい知りつけて。いっぱい知りつけて。あ、そう、私ここ当てはまるな。当てはまる。あります、そうなんですか。あと、いつかここ気をつけようとか。でもそういうジェンスーさんとか、その辺の身近な人がどん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 今活躍していく状態なんで、うん、嬉しいですよ。それこそ高橋義明君とか昔からのその、はい、あ、そうなんですよ。あの、なんか周りにいる人で僕が面白いなと思ってた人が世間に出してもやっぱり本当に面白かったみたいな、やっぱり嬉しいですよね。僕の番組なんかだってそういう番組ですもん。僕が面白いと思ってた友達を出してやっぱり面白いでしょみたいな、そういう感じですからね。すごいよね。嬉しいですよ。そういうの俺らあんまいないね、友達とか、まあ、本人が面白いのが一番いいですからね、それはね。いない、それは友達、ね、お前だって別に友達だと思ってない。なんだそれ。ちょっとドドコンっぽかった。なんだそれ。そんなにそんなことを言わなくて、そんなに仕事相手ですからね、これはね。ラジオネームシシドキジョーね、鍵じゃなくてね。あいうえを、ああ質問で、どこだ、まで来ました。まさかこんなものが落ちてるなんてというような拾いものはありましたかと。今まで。まあ財布拾ったみたいなことで、落とし物とかで変なもの拾ったことあるか。変なもの拾ったこと、あんまり、あんまり拾いますかね。いや、拾わないですよ、そんなにね。まあでもお金拾って、俺ね、よく自分がむしろお金ポロ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 、うん、落とすことがある。落とす側よく落としちゃう。うん、あの、財布とか丸ごと落としちゃったりして、うん、で、改正の生徒がね、あの、僕が落とした時に改正の生徒が西日暮里の交番に届けてくれてたんですよ。うん、で、それをやっぱり僕、菅野の生徒に話して、うん、なと、改正の生徒は、改正の生徒は、人間的にも我々より優れている。これ、俺らが改正の生徒のね、財布拾ってご覧なさいよ。ざまーって。改正はすごい。もう速攻犯罪者になりそうなところでしょと。すごいと。すごいな。これはありますよ。劣ってんだ俺らの方が。認めざるを得ない瞬間です。あ、そうなんだ。本当ですね。映画館っていうのは普段、はい、映画館で見るんですか？映画館で行きますね、やっぱりね。試写会とかで。試写会嫌なんですよ。やっぱり。試写会って、こう、雰囲気、独特の雰囲気で終わって、その映画会社の人がどうでした、どうでしたって思っちゃうね。すぐそんなことさ、良くても悪くてもそんなすぐ言えないしさ。しかも褒めなきゃいけない雰囲気だよね。そうで、良くない時に、例えばそのなんか、まあ、偉い感じの評論家のおじさんみたいのが、どうでした、いや、なんとかいまいちだね、みたいなこと言ってんの見ると、それはそれで、何を俺自分も言ってんだけど、何を偉そうじゃん、とただで、ね、なんかね、嫌なんだよ。ただで見てる。そうなんですよ。お金払いはね、うん。なんかね、社会の方があとマナー悪いんですよ、今時は。携帯の電話のベル鳴らしたりするの、今、もう社会ぐらいのもんですよ、本当に。全然。あいつ出てこないんだよね、社会には。そう、出てこない。社会に、でもあの、盗撮のなんとかみたいなの、俺出たことあって、びっくりしましたよ。こんな人数少ない中でも、まだ疑われてる。警戒してる。映画業界なのにというね。ねあの、でも業界チックなのがちょっとやっぱ苦手かもしれないですね。例えば隠れた名作とかなんかある？今まで。あ、でもありますよ、そんなに評価されてないけど。例えばそれこそさっきのメインテーマって、森田芳光さんのそのフィルモグラフィー上ではあんまり評価されてる映画じゃないし、まあむしろ失敗作っていう感じで、本人もなんか沖縄でロケしたのに天気悪くてっていうような、とか最後のあの風船飛ばすとことか思いっきり失敗してるんですけど、あの、僕はその失敗してるとこが、すごくこの映画のテーマとかもろもろと合ってると思うっていうね、僕メインテーマすごい、メインテーマの話ですとこれ1時間ぐらいまだね、何がみたいな。そう。うん。
うん、あったりもしますしね。だから必ずしもよくできてる映画が好きな映画ってわけじゃない。結構不完全だったりするところが好きだったり、うん、もちろんもちろん、ね、だってそれあの映画って人間と同じで、うん、そのよくできた人はもちろんね、うん、この人いい人だねって、うん、好きだけど、うん、あのダメだなこいつと、うん、もう口も臭いし話はもう長いし、うん、でもまあ友達なんだよねっていうさ、うん、人いるじゃないですか。だからその好きだったりそのずっと何度も見ちゃったりするものとそのそういうこういわゆるよくできてるはまた別だったりするんだよね、うん、これはね。これはだからやっぱそこまで見ないとね。ね。なかなかやっぱり。いやでも寛容な気持ちでは見れない。でもそういうのはあるんじゃないですか。そのどその映画じゃなくても、うんうん、その他の人はどうか知らないけど。まあでも確かに人間だってね、仲いいやつ、完璧なやつはあんまいないもんね。そういうことですよ。ダメなやつだったりなんか、そういうそういう血管だらけのやつ。そうなんですよ。うんうん、なんかさちょっとだけ会った立派な人はね、確かあの人は立派だってなるけど、かといってさじゃあもう一回会って一緒にお酒飲みますやつはそうでもないですね。でも映画もそうかもしれないよね。映画を人のように愛する男。歌まろうって。どうしたの？ちょっとお知らせ、はい、はい、はい、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、毎週土曜日午後10時から午前0時30分まで TBS ラジオで放送中です、うん、まず来週15日、7インチレコード職人 DJ 福武が語る本当はやばい歌謡曲の世界特集。この人ねすごいね、80年代からだね、うん、昔の音楽すごいよく知ってる人でね、はい、これはちょっと田中も黙ってないよ。80年代昭和歌謡なんならもう乱入していただいて、もうそれはいや多分太刀打ちできないと思う。俺はベスト10の順位とかには詳しいちょっと違うかもしれない、はい、あのでもすごいねこれ面白くなると思います、うん、はい、はい、そして再来週22日スペシャルウィークはボンバヘッドやご機嫌だぜなどのヒット曲でおなじみ MCAT さんをゲストに迎えて、はい、MCATさんの歴史とともに日本の芸能史や J-POP の遍歴を追うという特集を、スタジオライブも、ね、やってもらう、そうなの、ね、AT さんはもうね、うん、なんか出てくるだけで何かめでたい気持ちがね盛り上がってくるんですよね。エビーチさんみたいな、はい、えそうですそうです、いつもより長く話しておりますみたいな。意外なね、実は意外な日本の、うん、あの古い芸能史に関わってたりして、うん、ことが判明したんですね。ちょっとそのあたりの話も伺おうと思っています。はい、毎週土曜日午後10時から午前0時30分までライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、ぜひ聞いてください。映画表ももちろんやっておりますので、はい、多分スペシャルウィークあたりそのウルフオブウォールストリートあたりちょっと当てたいなと思ってるんですけど、ね、あのこうちょっとランダムに当たるスタイルなんで何とも言えませんけど、あのサイコロだからね、あの今ねあのガチャガチャスタイルになりました。ガチャガチャ、いやーちょっとまだまだ ね映画のこといろいろ聞きたいね。あの映画っていうの1時間喋ってもらいたいですけどね。見たいですねこれ。あれ伊集院のはいやまだね呼ばれてないんですよこれ。そうなんだ。ね、しまさんの伝えてくださいよ。読んでくださいよ、本当裏ばっか呼ばれちゃって僕。大竹さん。俺3回出てるよ。マジですか。あら、うん、でもそれこそ迷うでしょう。そうですね。なんかで考えすぎて変なの進めちゃう。ジャイアンツと真夜中のカーボーイとね。おおいいですね。あともう一個なんですかね。なんだっけ。あともう一個ね。おすすめしたのね。忘れちゃった。忘れちゃった。俺はオーメン。オーメン、まあ、あだハッカー2分の1だ。ああなるほど、ペリーニだ。いいで、どう、いやいや普通に全然いいじゃないですか。どれも素晴らしいじゃないですか。何いろいろ思ってないですか。ベタだなこいつ、ベタだなこいつ。いいじゃないですか。文句つけようもないですよそんな。はい、ということでここであのライムスターさんの曲を聴きながらお別れでございます。僕らの曲というかちょっと今日選挙日じゃないですか。でちょっとあの僕その政治的な曲みたいなたまにやったりするんですけど、あの KW 社員というまた別のラッパーとですね、あのまだリリースされてない曲で昨日初めてあの僕の番組でオンエアした曲がありまして、それをかけようかな、それをかける、はい、思っております。はい、はい、あのちょっと選挙当日ということでちょっとなるほど、はい、政治っぽい。ではじゃあ曲紹介お願いします。あの 2番のパートですごく早口でラップしてるのが僕です。はい、はい、じゃあ聞いてください。 KW 社員歌丸フィーチャリングデリで物騒な発想まだキルです。ということでここは赤坂浩二君、本日のゲストライムスター歌丸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。